え、いいじゃん、いいじゃん。おー、かっこいい。かっこいい。お姉ちゃん、最高だよ。テレビ、ありがとう。こんにちは、白煙チャンネルの佐藤。つんです。あたしです。今日は、久々の二人です。イエーイ。ということで、本当にね、二人で動画めっちゃ久しぶりなんですけど、今日は二人で何をしていくかというと、今日は新婚人品を紹介したいと思います。イエーイ。はい、ということで届いたのがこちらでーす。めっちゃでかい。ね。ではね、早速この大きい袋を開けていきたいと思います。はい。はい、まず1着目はこちら。じゃーん。ただの服だ。これは、私の服かな？あ、そうかな？お、ババーン。ということで、黒のカーディガンですね、まずは。花柄の刺繍のカーディガンを頼みました。結構可愛い。すごいシンプルなんだけど、そのね、青い刺繍がね、めちゃめちゃ可愛いなと思って、そのぐらいだったらママでもさ、着てもおかしくないかなと思って、うんうんうん、いいと思う。一緒にね、着ましょう。はい、え、めっちゃ可愛いじゃん。いいよね。っていう感じの1着目ですね。はい、はい、次はこちらです。お、こちら L サイズ、いい感じ、うんうんうん、のスウェットですね。あ、裏肝になってて結構中はあったかいです。これもさゆとママで、そうだね、2人でね、着れるもんで、はい、ちょっと大きめサイズ。そうだね、シンプルだけどさ、すごい楽な格好でさ、うん、家の中とかも歩きをして、うん、そうそうそう、すごい良さそうですね。じゃん、次はこちらです。お、これまた、これはスウェットですか？そうですね、トレーナーです。あ、これも裏肝で中があったかい。色がアプリコットで M サイズ、うん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 、こちらクーポンを使って807円。おお、なんか生地が結構しっかりしてるから、うん、すごい全然めっちゃいい感じ。でもなんか薄い？薄いけどしっかりはしてるよね。あ、そうだね、うん、変なペラペラな感じではないかな。でちゃんと裏肝、薄めの裏肝っていう。薄めの裏肝、うん。じゃあ次いきます。お、あ、シーンキズって書いてあるよ。お、シノザネ、シノザ、ありがとう。覚えてる？覚えてる。え、いいじゃん、いいじゃん。おお、かっこいい。かっこいい。これは裏肝ではないのかな。なんかトレーナーっていうよりあれだね、ロンティーみたいだから。うんうんうん。薄い、ちょっと薄めで。うん。こんな感じでーす。おお。結構ロゴ大きくて可愛い。可愛い、オレンジでね。裏は短い。マサイ。おお、上着？ベストです。ベストなんだ。評価がすごく良かったの。でお値段も1994円、うんうん、でトレーナーの上とか、うんうん、ちょっと外に行く時とかに、すごいあったかそう。そうで、ポケット付きっていうのがいいなと思って。あ、本当だ、ポケット入ってる。え、しかも結構深いよ。いい感じ、見せにくいポケットが。本当だ。そう、これはさゆとママ兼用で。え、いいね。いいよね、着るの楽しみ。そう、そういうセーターとかのさ、これで寝る。あ、寝る、いいね、お布団にね。布団か、まさか。これかな。お、お、シナモンだ。はい、来ました。はい、来ました。今こういう、うん、こういう感じ、ズボン、うん、めっちゃ気に入ってて、そう、これが今1枚しかなくて、うん、ちょっともう1枚欲しいなということでママに買ってもらいました。お、はい、プラスはどうですか？お、いいんじゃないですか。ちょっと下、すいません、パジャマなんですけれども。生地はちょっと薄めだね。ちょっと寒い時期になってくるけど、うん、平気かな。はい、でもね、すごい可愛いね、柄が。じゃあ次は、お、これもシナモンだね。お、シナモンだ。あ、いいじゃん。なんかさ、いいじゃない。なんか質がさ、カーテンみたいな感じ。カーテンみたいな感じ。足長く見えそうじゃない？うんうん、足長効果っていうのかな、うん、靴ボンとかね、スカートにね、ポケットがついてるとめっちゃ嬉しいの。寒い時その中にカイロが入れられるから。あ、なるほどね。幸せなんだよ、シノの嬉しい事情。そ う, そう、バン。え、これもシノ、うん、やった。あ、これシノがめっちゃめっちゃっと飲みたかったやつだ。え、なんかジャンバー。いいじゃん、これね。そうだよ。そう、エスを頼んだの。え、あのね、あのね、シノがね、これ選んでたんだけど、 A とか M とかいろいろあんだよね。そう、いろいろあったんだけど、シノはあのエスにした、自分のシノ、シノがアピールできんじゃん。さあ、いいじゃん。え、かっこいい。なんかいいね。え、かっこいいね。ね、いいじゃん。生地感はちょい薄めかな。ちょい薄め、うん、ということで、シノちゃんの S でした。 S でしたね。はい、じゃあこれまたね、明日から学校に来ててください。はい、いいじゃん。そして次がこちらです。カーティガン、色がめっちゃ可愛いんだよ。なんか黄緑っぽいんだけど、黄緑よりちょっと薄めっていうのかな、うん、パステルカラーっぽい色で、ボタンがね、普通のより、わかります？確かに
違う、ボタンがもうさ、こういうなんていうの、かわいいよね。うん、普通なんかこういう茶色いボタンとかじゃない。そう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 。2はちょっとボンド臭いかな、匂いはね。でもね、すごい質感が良くて、うん、ふわふわしててすごいあったかそうなカーディガンです。はい、そして洋服はこれで最後なんですけど、すごくない？かわいい、色めっちゃいい感じじゃん。うん、はい、っていう感じで、こんな感じでね、襟がついてるんですけど、前はこんな感じでちょい小さめの襟なんですけど、後ろまでね、後ろはちょっと大きめ。あ、後ろもあるんだ。そう、しかも襟のね、先っちょにこんな感じのレースがついてるのがめちゃくちゃ可愛くて。可愛い。色もね、なんかなんとも言えないすごくおしゃれな青っていうのかな、うん、すごく可愛いです。手首がキュッてなっててね、ここもまた可愛いですね。おー、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、可愛いじゃん。こんな感じと、可愛い、ありがとう。言わせてたよね。可愛いよね、ありがとう。お姉ちゃん最高だよ、照れる、ありがとう。ということで洋服は以上になります。はい、では次はカチューシャです。どうぞ。なんか、え、なんか大きめ違い、ちょっとさえ持って。あ、なんかサラサラしてる。これね、3つでなんと231円だったの。へえ。あ、いいじゃん。しかもなんかシンプルでおしゃれだね。うん、いいじゃん。なんでダブルでつけるのよ。あ、かわいい。いいやいいや。じゃあ最後に。あ、いいじゃん、虹みたい、かわいい、この子。しかも結構しっかりしてる。うん、結構しっかりしてる。もっちりしてる。もっちり、いいと思います。では次いきます、はい。そして次はネイルチップです。おお、なんかちょっと周りにね、つけたくなっちゃうので、いいと思います。はい、次こちら、ネクタイと蝶ネクタイです。シナはあのギャルになりたかったので。将来の夢？いや違う、うん、なんか普通にルーズソックス履いて、短いスカート履いて、あ、ギャル体験、ワイシャイツ着て、ワイシャイツワイシャイツ着てギャルになりたいんだって。へ、ね、それはさ、酔っ払いのおじさん、酔っ払いのおじさんだよ。酔っ払って大丈夫？乾かんよ。ということで、こちらネクタイと蝶ネクタイのセットが244円だったので、選んでましたね。しかも結構しっかりしてるからね、うん、いい感じじゃん。なんか TikTok でさ、小学生ギャルっていうのを見たんだって。うーん、そしたらね、それに憧れたんだって。はい、では次いきます。はい、そして次はこちら、じゃん、こちらの観葉植物なんですけど、前これを頼んで家に飾ってたんですけど、すごい可愛かったので、私がね、自分の机に今飾っているので、ママがうわー飾ってしまったということで新しいの頼んでました。すごい可愛い。こんな感じでさ、こう置いといても可愛いじゃん、うん、インテリアとして。インテリアとしてでね、色が3種類あるんだけど、ほんとさゆちゃんに取られてそのままなの、これがね。そう、この黄色っぽいやつね。だからママも買いました。よしよし、はい、そして次ラストかな、ラストかな、はい、ラストはしのちゃんの226円のものなんですけれども、なん、はい、でしょう、なんかさ、革っぽいよ、すごいよ。どうぞ、しのさん、いきます。じゃじゃん、なに、メガネ、メガネ、あ、メガネなんだけどね、それさ、すごい安すぎんだけど、ブルーライトカットメガネなの。へえ。だからスマホ見るときとか、タブレット見るとき、なんかいいじゃん、おしゃれメガネみたい。ドリルっぽいぞ、いい感じ。じゃあこれ学校にしてっていい？それは学校ではないかな。どうですか、しのさん。めっちゃお気に入ってます。そう、メガネ拭きもついてるし、まあ、226円でブルーライトをカットできるかって言ったら、どうなのかはちょっとよくわかんないけど、はい、はい、分かんないけど一応買ってみます。気休めでもね。そうだね、スマホを見る時間はね、ちょっとですね、短くしてください。はい、ということで今日はシーンなので、いろいろな洋服とかを買ってみました。原宿にもシーンができたそうなので、行ってみたいね。ね、行ってみたいね。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバーイ、バイバーイ。